足が3拍子、手が4拍子っていうやつをちょっとやってみようと思います。で、早速始めます。で、足がまずどうなっているかっていうと、足の代わりに手でやるとこんな感じなんですね。で、まず手も3、足も3でやってみますね。足から入ります。これ足ですね。手を足だと思ってください。例えばタタ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 ってやるときにで踏んでもいいんですが、僕の場合には足バウンド使ってその方が楽だと思います。で、これの練習方法はちょっと次回またあげようと思います。で、どうでしょう、ちょっと適当に叩いてみますね。あとはちょっと練習してみてください。それではありがとうございました。